ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君やっていきたいと思います。3DS ニセトロキャプチャー使用してるんですけれども、ちょっと画質のこれが限界でしたね。これ以上上げられなかったです。かなりドットがもう人間の目でもわかるくらい濃いですよね、ドット率がね。これなんとか変更できないのかな。せっかくなんで高画質で上げたいんですけどね、今現状持てる最高の画質がこれです。申し訳ない。かなりドットが明確にこう識別されちゃう感じですよね、1ドットでさえ。嫌だなこれ。もうちょっとこの粗さがなくなればベストなんですけどね。まあでもニセトロ直撮りは全然、直撮りよりかは全然いいと思うんでね、これでやらさせていただきますが、はい、ちはやという名前でやらせていただきます。4文字しか使えないんだな。今上画面しか見せてませんが、場合によって適宜下画面もお見せしていく形になると思います。よろしくお願いします。うわははは、4年ぶり懐かしいドラクエ8。トーポくんですね。かわいいっすね。相変わらずね。まあ、ネタバレなしの方向で皆さんお願いしますよ。自分はもう、ね、わかってるから、いいんです。ツイッターとかに送ってくれれば、もういくらでも共有できますんでね。初めて見るよっていう方もね、いらっしゃると思うんで、コメント欄の方でネタバレコメントは絶対に NG ということで、よろしくお願いします。いろいろとね、分かってる方もいらっしゃると思うんですが、そこはね、このネズミなのかな、トーポくんですね。で、主人公のエイト、後ろがヤンガスで、その後ろが、こんなところで油を売ってるとすぐに日が暮れちまうでです。日が暮れちまうで、あ、ちょっと違うな。早いとこ町に行きましょうや。足はパーッと飲み明かしたい気分でガスよ。気分でガスよ。ちょっと違うな。ヤンガスの声難しいな。兄貴。さあ、兄貴。あ、ちょっと似てきた。いいぞ、いいぞ。あ、動ける。で、右の、ちょっと謎い、ピッコロみたいなキャラクターが、どう動かすんだ、これか。これが、トロデさんですね。トロデを。ぶつくさ、ぶつくさ。おう、樽持つアクションがすげえリアルになってるな。 LR、 あー、十字キーでこうやって視点変更なのか。で、3、8が向いてる方向に、あ、もうこれ LR で切り替えるしかないんですね。了解。しかし本当何度も言うようでガスが、兄貴がこのおかしなおっさんの家来なんてね。まあ、足にしたところで兄貴の区分になったわけですから、人のことは言えんでガスがね。誰がおかしなおっさんじゃ。まあよいわ。下船の者にはわしの気高さなど到底わからぬということじゃな。そんなことより、姫はどうした。姫の姿が見えぬようじゃが。お、スライムが現れた。ん、兄貴。やっぱ主人公喋んないんだな。いやー、やっぱフルボイスいいな。PS2 のタイトルの方でね、自分は実況したんですけど、4年前。いいね、やっぱフルボイスだと全然違うゲームな感じがするわ。拘束？脅かす？あ、ちょ、あ、でも驚き戸惑ってるな。あれか？え？おたけび的なポジションなのかな？もういいよ、全然ガンガン行こうぜ。で、任すよ。全然戦闘する必要ないだろ。あ、早いね。確かに早い。多分 1.5、2倍速か 1.5 倍速くらいになってますね、これね。早いっす。これは助かるな。実況中はこういうのすごい助かるんでね。ありがたいですね。薬草もいただきましたと。うん。驚かされたが、弱っちい奴らでよかったの。そんなことより、
姫じゃ、わしの可愛い一人娘のミーティア姫は無事か。お、おお、あれにおったか、姫、ミーティア姫。さて、馬姫様もお戻りだし、日が暮れぬうちにそろそろ出発した方がいいでがすよ。そうか、銀太郎の長谷川さんじゃない、ダメ男じゃない、違う、ダメ男さんじゃないやんガス、違うかな、ちょっと後で調べてみよう。うわ、めっちゃ綺麗。 3DS 版のね、あの 3DS の方の画面だと、あの全然ドットとかは気にならないんでね、すごい綺麗です。どうしてもこのキャプチャーの方はもう限界があるよね、仕方ない、これはもう少し調べてみるけど多分これ以上はないかな。あ、もうすでにね、あの動画上げてる方がいらっしゃったんだけど、その方のと同じ画質なんで、あのその方はあの上画面下画面両方見せてるからあんまり気にならなかったんだけど、上画面オンリーのこのデカ画面でいくとやっぱりかなり荒くなっちゃいますね、残念なことにね。だからよーく目を凝らしてみると画質は変わんなかったんで、これ以上良くなるってことはもしかしたらないかもしれないけど、画質大事だけどさ、やっぱ中身じゃん、コンテンツじゃん。でもうドラクエ8のコンテンツは保証済みだから、神だから、ほんとドラクエ史上俺は一番好きだからね、8がね、神タイトルだと思ってるから。もちろん好きだけど5とかも、8は未だなんか自分の中では負けてないですね、最強ですね。しかも今回フルボイスになったからね、すごいワクテカですね。全然 PS2 版とは違うんだそうで、クリア後のなんかやり込み要素なんていうのもあるらしいんでね、まさに自分好みのタイトルですね、ワクワクしていますが、一回クリアしたっていうことで縛りも考えたんですけれども、あの内容が全然違うんで、全然違うので、あの縛らずにやっていきたいと思います。まあ、言うて縛りつっても素手縛りとか武器防具使わないとかそういう縛りになると思うので、まあそれやるよりかは普通に進めたいかなっていう。うん、ついたようじゃな。わしの記憶に間違いがなければ確かこの町のはずじゃ。この町のどこかにマスターライラスと呼ばれる人物が住んでいるはずじゃ。ちょっと待ってくれよおっさん、あしらが追っていたのはドルマゲスってやつじゃなかったでガスか。そうじゃ、憎きはドルマゲス、わしらをこのような姿に変えたとんでもない性悪魔法使いじゃ。わしら、一体あやつめはどこに姿をくらませてしまったのか。一刻も早くあやつめを探し出し、この忌々しい呪いを解かねばならん。自分はストーリーわかってるんで、あのポイントとなるところをしっかり読んでいく感じにしたいと思います。一つポイントが出てきましたね、わしらでしたね。でなければあまりにもミーティア姫が不憫じゃ。せっかくサザンビーク国の王子と婚儀も決まったというに、ドルマゲスのやつめ。サザンビーク国の王子こいつはね問題児ですよ、まあ、いずれお楽しみにですけど。というわけで早速じゃが、ライラスなる人物を探し出してきてくれぬか。はーい、ライラス、まだちょっとキーワードとしては早いんだけれども。そなたはさすがに話が早いの。では頼んだぞ、わしはここで休んでいるからな。七賢者っていうキーワードがドラクエ8では大事となっております。あれ、マスターライラスも七賢者のうちの一人だったよな。やばい、結構忘れてもんですね、さすがに4年前だな。じゃあトラペッタ到着ということで、そうですね。おい兄貴、なんだい、ダメよこの走り方である。足を置いていくなんてひどいでガスよ。ひどいでガス、人探しは足の得意とするところでゲス。じゃ、ごめん飛ばしちゃった行きましょうか。今後まあ一生ずっと戦っていくことになるヤンガスですね。ヤンガスはね相当強いですね。
あ、布の服とかすげえリアルだな。あ、みんなちょっと下画面気になってるかな。上下画面表示。今左右に見せてますけれども。地図っていうかトラペッタの街のこの、なんていうのかな、全体図が一応下画面には今見えてますね。自分にはね。道化師の格好をしてるのでね。あ、そうだ。キーワードとしてドルマゲスっていうものが、そういえば、来てましたね。ドルマゲスは言わないとダメだな。あの、トロデさんはね、あの、ドラクエの世界だから、もともとああいう感じの格好なんじゃないかなとも、思われがちになりがちだけど、思われがちになりがちって日本語変か。思われがちだけれども、あの、実は普通の人間なんですよね。で、呪いの力によって、ああいう身なりになってしまったと、いうわけなんですけれども、その呪いをかけたのがドルマゲス。そして、馬姫様も、実はその呪いにかかってしまってるんですよね。盗賊の腰身の、こんなのあったっけ？あれ？盗賊の腰身のなんて8あったっけな？いやー、もう4年前だから忘れてるよな。当然な。さあ、じゃあ、ぐるぐる回りましたけど、行きましょうか。ここら辺なんだよね。なんとなくそういうのは覚えてるわ。マスターライラス、確か、これとかじゃなかったかな。あ、ちげえわ。おっちゃんだ。不気味な道化師がライラスの家に入っていくのをな。あれ？あ、そうか。あ、いいんだよ。やっぱライラスさんは7賢者なんだよ、多分。俺が今探そうとしてるのは、ライラスさんだけど、行こうとしてたのは占い師さんの家だ。そうだ、そうだ。結構忘れてるもんだな。あ。すげえ。この、タンスの高さとかがすごいリアルになってるな。全然違いますね。思わず調べちゃったけれども、もうこれはデフォルトだわ。申し訳ない。探索は自分実況していくスタイルなんで、よろしくお願いします。あと、ムービー中っていうのかな？ボイス中は極力喋らないようにします。これからゼシカとかククールとか出てくるんだもんね。すげえ楽しみなんだけど。ゼシカまた竹立さんなのかな？どうなんだろう。お開かない。あれ？開かない。開いた。うん。川の盾。いいなぁ。拾ったもの縛りっていうね、のも考えたけどね。RPG の縛りってぐだるからな。極力やらない方向で考えてはいたんだけど、ここなんだ？ここ武器屋ですか？俺はライラスさんを探しに来てるんだよね、今はね。ライラスさんってどういう流れで会えるんだっけな？もう死んでるんじゃなかったっけな？あ、そっか、待って待って。あ、やっぱそうか。ライラさん、ライラさんじゃない、ライラさん実況者さん。ライラさんは、多分焼け死んでますね。レシピの錬金のあれとかあるのかな？ないみたいに。あ、偉大なる賢者。の、子孫たちですね。子孫たちとこれから会っていく話、かな？マスターライラス。おお、神よ、この者たちを救いたまえ。悪いことは言わん。そう。道化師の人にね、多分やられちゃってますね、もうね。家が燃えてるんだからね。で、誰か、じいさんが死んだって言ってたからね。そこのおばあちゃん言ってたからね。やっぱライラスさんは死んだっていう風に見て、いいんじゃないかな。あ、お鍋の蓋ってそんな感じなんだな。あれ？ここの、あ、鍵かかってる。盗賊の鍵が必要だ。ここら辺こんな感じだったかな？なんかちょっと違うな。やっぱ、より 3D 感が増してるから、そのせいなのかな？あ、これ、鳴らしたいですね。鳴らせないけど。